ごきげんさまです。断社員の山下秀子です。今日はあなたに捨てる基準についてね、お話しさせていただきたいと思います。そうですね。捨てるっていうことね、何をどうしてていいかわからないっていうね、ご質問や嘆きの声はたくさん頂戴するんですが、まあ、捨てるというよりは選ぶ基準と考えていただきたいなと思います。まあ、その基準は自分と物との関係性を 考えることが一番大切だと申し上げておきますね。例えば、マニュアルでね、3年着てない服は捨てましょうとか、1年使ってないから捨てましょうというね、アドバイスもありますが、そういった通り一遍のものではないということですね。なぜなら、ものというものは自分の思いの証拠品なので、3年着てなくてもやっぱりね、思い入れがあったり、全く使ってなくてもね、いつかそのうち使うから。 っていうふうにね、私たちはどうしても思い感じてしまいますからね。さあ、例えば捨てづらいお雛様もいらないとわかってるんだけど、このお雛様にはね、母親の思いがこもっている。もう大き,大きなね、箱にずっと入ってて、とても邪魔になるんだけど、えー、捨てることはできないっていう天気がお雛様だったりしますよね。それはそのものを通した母親、自分と母親の関係が映し出されていたりで、まあ、この いただき物の,の器ですよね。これはもう使いづらいし、好みでもないんだけど、もう貰もい物だから、いただき物だからとかね。そして、この、あの、この器で、こんな風な食卓を作,作って、えー、食卓を演出したいなんていうね、夢とか願望とかあったりするんでね。使っていないから、まあ何年間ある期間、一定の期間使ってないから、さあして、 られますというものではないですねですので、その関係性を問い直していくことがとても大事ですね。その関係性を問い直すことによって、自分の心も自然と整理され、えー、自分にとって大切なものをね、より大切なものを選び抜いていくことができ,できるんです。さあ、ここで一番この関係性を問い直すということにおいて、二つのキーワードがありますね。それは、 自分軸と時間軸です。まあ、言い換えれば、重要軸は私、ものではなく私。で、時間軸は過去でもない未来でも今ということになりますね。さあ、一つ目の自分軸についてええお話を進めたいと思います。自分軸とは何でしょうこれね、反対のことをイメージするととてもわかりやすいんですね。例えば、このものはまだ使えない。 えるねですよね、えーえー、ということですね。ま物、あ、というのはね壊れていなければみんなみんな使えるものです。使おうと思えばね。だからこのものは使えるというふうに物を軸にしたこの物のは使えるものですというものを軸にした考え方をしている限り物はまあ、ほぼ間違いなく捨てられないと。 思っていいでしょう。で、ここで自分軸ですね。私はこのものを必要としているのか、このものは私にふさわしいのか、このものは私にとって心地よいものなのか、という問いかけをすることによって、つまり、えー、自,分自分自身を軸としてそう問いかけることによって関係性が見えてくるわけです、ね、で、で、逆、すなわち、すでに、もう、 必要もなくなり、ふさわしくもなくなり、心地よくもなくなってしまったものが見えてくるわけですね。それを手放していく。で、それを手放した結果、逆にまたですよね。えー、今の自分にとってよりふさわしいものが見えてくる。そして選び抜くことができるということですね。えー、もう少し詳しく言うと、この服は着られる。 そうですね。洋服、クローゼットにある服全部着ようと思えば着られますよね。どこも傷んでないわけですから。だけど、着ていないですよね。それはもう自分が着たくなくなってるからなんですよね。でも、洋服自体はどこも傷んでない。だから、私たちは止め置き、溜め込んでしまうわけですよね。 でもそういう、この自分軸、重要軸は私という視点に入ると、この服との関係はね、終わってしまっているということをね、認めざるを得ない。まあ、認めていこうというのが断捨ですね。例えばね、じゃあ壊れていれば捨てられるっていう考えもあるけどね、壊れていてもなかなか難しいんだよね。直せば使える。まあ、洋服だったら、この竹をつ、ね、詰めればとかね、 っていういろんなこう、あと修繕を変えれば着られるなとかいう思いがちなんですよね。そして、その、えー、決して着もしない服に対して余計なね、こうコストをかけてしまって、またそれが何年も退席するというね、ことをもしかして繰り返しているかもしれませんね、えー。まだ使えるもの、まだ着られるものに対して私たちはどうしてももったいないと思いがちですが、ここが一番感じです。 本当にもったいないものは一体何,何なんだろう自分にとって本当にもったいないと思って大切に活用していくものは何なんだろうかと考えていったらいいですね。使え,使えるけど使いもしないものをもったいないと思うのではなく、ねえー 着ることはできるけど、着もしない服をもったいないと取っておくのではなく、その取っておくことによって費やされる空間ですよね。スペースだったり、時間だったり、労力のことの方がね、よほどもったいないんではないか。自分自身にとってもったいないことをしてるんではないかというね、問いかけをしていくわけです。時間も、 そうですね。空間も時間もエネルギーも自分にとって大切なものですよね。その大切なものにぜひ使っていただきたい。自分と関係の終わった重要軸が私というところから外れたものを手放すことによって、あなたの空間、時間、エネルギーがね、えもっともっと機能的に大切なものに使える。 ということをね。ぜひ頭に置いておいていただきたいと思います。さあ、2つ目は時間軸です。これはね時間軸は今と言い換えましょうか。えー、そのこのものが大切かどうか。つまり、自分とものとの関係はね。時間の経過によってね。変化するんですよね。変わっていくんですよね。そのものと出会った時とね。まあ、出会った後、何年か経った。まあ、それが数ヶ月でもね。 えー、何年でももう関係がか変わってるってこともね、実はあなた自身もご存知かもしれませんよね、えー。まあ洋服がその典型ですよね。はい。あの時は心を着たつ服だったけど、今はね、ただただね、なんか、えー、この服着ててもなんかこう、気持ちが全然浮た立たないし、そもそもこの服を着て、 外出はできないわ、人に会えないわっていう服っていうのはあるかと思いますね。かつて必要だったけど、今必要ではなくなったものっていうのはね、とても多いです。かつては気に入ってた服だけど、今はそうでもないっていう服もいっぱいあるはずですね。時間の経過とともにね、まあ、重要軸は私という、その私に対、私自身も 変わっているので、物との関係もね、変わっていくのは自然なことですね。つまり、今の私にとって必要なものなのかどうか、今の私にとってふさわしいものなのかどうか、今の私にとって心地の良いものなのかどうか、今の私、今の私、先ほどの重要軸は私に時間の軸という今をつけて、がやっていただきたいと。 思います。単車とはかつての私でもなく、いつかの私でもなく、今の私にとっての大切なものを選んでいく行為ですね。さあ、必要か、ふさわしいか、心地よいか、まあ、一言を、ね、で言うと、要的解ですよね。この要的解というもの自身も、今まで申し上げたことでお分かりいただける と思いますが、常々に変化していくものだ。この時間の経過とと,ともに自分のこの要的解ですね、つまり思考と感覚、感性は常に常に変化していくものなんですね。で、この必要かと考える、ふさわしいと感じるね、心地よいと思うかということを 私たちはどうもね、そのの軸であって、そして時間が過去に行ったり、未来にすることによって、それをね、耐えさせているように、山下は思えてならないんですね。ですので、物に向かい合うときにね、今の私にとって、用的解は何だろう。いや、その逆に用的解を考えていくと、不用不適、不快なものも見えてくる、浮かび上がってくる。 ということですよね。それによって、えー、苗ていた思考感覚感性がね、蘇る。で、蘇った上でさらに研ぎ澄まされていくということが、断捨離では起こります。まあ、断捨離と聞くとね、まあ、断捨離イコール捨てることというイメージがとても強いんですが、実は、不要不適、不快を取り除き、用的解度、ものに、 入れ替えていく行為ですね。でそれは取りな直さず生活の中から、人生の中からね、えー、不要、不適、不快なものとお別れをして、要的解を選び抜いていくということにもなりますね。えー、捨てることばかり、捨離をフォーカスされていきますが、実は要的解を拾うということなんですね。さあ、まとめておきましょう。えー、重要軸は私、つまり自分。 時間軸は今です。今の私にふさわしい、ふさわしい。これがものを選ぶ基準、ものを絞り込む基準です。そして今の私にふさわしくないものが、とあなたが思い、考え、感じたものが捨てる基準になります。 書籍、家にいるのが好きになる、断捨離スッキリ生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は、下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方は、こちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださり、ありがとうございます。 ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。